YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。チャイルドフットです。はい、行きましょう。今回、チャイルドフット初の歌企画をやりたいと思います。いよいよ来たか。どうです？歌うの好きですか？好きです。ユウは好き？好き。おお。まあ歌うまいか下手かは別としてね、うん、歌うことはうちは好きだと思って。今回やろうと思ってるのが、だいぶ前なんですけども、オフィシャルヒゲダンディズム。はい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 。のプリテンダーって歌流行ったじゃないですか。あれを YouTuber のオルタマリピースさんがやってた歌詞を被らずに歌い切りましょうというのをやってたと思います。まあ、どういうことかというと、うちら3人で一人も被らずにスパッとそこの歌詞で歌えるかっていう企画なんですね。これはもしかしたら恐ろしい企画。そうです。それをできるまで帰れませんという形で、これ元ネタがダウンタウンさんが秋の使いでやってた、オルタマリピースさんは、まあ、6人で1人1回歌詞をパートを歌ってたんですけど、うちら3人しかいないので、まあ、うちらチャイルドフット特別ルールとして1人2回計6回やろうかなと思います。はい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 。でやり方として、最初に、まあ、後ろ向きます、歌おうかなと思った時に歌う人は、振り向いてください。がまず1回で、次2回目歌う時になったらもう一歩前に出て歌ってください。ここまで来ればセーフ。セーフ。でもこれが同じ位置被っちゃったら同じタイミングで歌ってるってことなので、もうアウト。これで6パート部分全部歌い切れるかっていうのをやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。じゃあ早速やるんですけど、ほうほう、まぁ、ちょっと歌詞を見ながらどこのパートかをちょっと伝えるので、はい、やっていきたいと思います。マイク。一緒に歌いながら、まず1パート目、ラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。あいつ2人目、ずっとそばにいたって、一人芝居だ。結局ただの観客だ。あいつ3番目、感情のないラブストーリー、それはいつも通り、慣れてしまえば悪くはない。で4人目、はい、君とのロマンスは人生が続きはしないことを知った。で次からちょっと一人ずつ長い、5人目、もっと違う設定で、もっと違う関係で、出会える世界線選べたらよかった。でラスト6個目、もっと違う性格で、もっと違う価値観で、愛を伝えサビ。サビは全員の運命の人は僕じゃない、バイク辛いけど、そう涙、そう高い。まあこういった感じでやりたいと思います。はい、ということでじゃあ早速1回目いきたいと思います。こちらの力を見せてやりましょう。一発クリアで余裕ですよ。ミュージックスタート。始まれば一人芝居だ、ずっとそばにいたって、結局ただの観客だ。失敗。これいけよかったな。あ、俺も今思った。いやでも最初だけよかったね。始まれば一人芝居だ。
大層何か行くと思ったさっきと同じみたいにはなんないと思っちゃったじゃあちょっと前奏長いのでちょっといい次歌い出しでっていういいところで始めたいと思います。次よいやいや迷ったなんかほら俺が一番先に行くっていう概念をなくそうかなと思ったから、うん、ああそうなるよな。なるほどね。君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のバイバイさあ、でもよかったよかった、よかった。あー、やべやべ、誰か行くともう思い込んじゃって、自信みたいになっちゃってる。君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。あー、そうなるか。なるほどね。なるほどとかでもねえんだけど、これに関してはなるほどね、攻略法見えてきた。なるほどね、なるほどね。いいよ。君とのラブストーリー面白い、いいよ。君とのラブ今ね分かった。ああ。ここに横に見たら分かってる。君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。ああ。始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り、慣れてしまえば悪くはないけど。あー惜しい。迷った。俺も迷った。惜しかったね。いや、いけるかなと思ったけど迷っちゃった。でもなんかそのあれをなくそうかなと思った、順番を、うん、そうだったら次俺じゃないなと思ってた、うん、いや、言ってもよかったな。君とラブサーリー、お互いの振り向いた瞬間のね。あさあ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り、慣れてしまえば悪くはないけど。君のまずは人生から、続きはしないことを知った。俺と言うだけのスタート。そういうの2連チャンいったらでかかった。いや、でかかった。今のチャンスが逃したらでかかった。君とラブストーリー、君と芝居だ。ああ結局ただの観客だ。
君とのラブストーリー結局ただの観客だ。あー君とのラブストーリー君とのそれは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のないラブストーリー、それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、あー惜しい。このラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生柄続きはしないことを知った。ガーン君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのまずな人生から続きはしないことを知った。もっと知らせてね欲しい。久しぶりに来たけどね君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のないアニソーリー、それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生なら気はしないことを知った。君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生柄続きはしないことを知った。もっと違う絶対でもっと違う関係で出会える世界さ、選べたらよかった。もっと違う性格でもっと違う価値観で愛を伝えられたらいいな。そう願っても無駄だから。Goodbye 君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛い、いやいやでも甘いな、いやいや Goodbye
何回挑戦したかは分かんないけど多分数えてここら辺にいてこの企画面白かったよって思った人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあ挨拶しましょう。